また失敗したようだな。どこまでも使えぬな。申し訳ございません。まったく、お前は母親とは似ても似つかぬな。容姿だけではなく、彼女が持っていた聡明さのかけらもない。あの時、お前さえ身ごもっていなければ、彼女は死なずに済んだのだ。そう、貴様の代わりなどいくらでもいるのだからな。お父様、私はお父様のために。私を父などと呼ぶな。貴様は彼女を死に追いやった汚らわしい男の血を受け継いだだけではない。貴様は生まれてきたことによって彼女を殺したんだ。貴様など生まれなければよかった。貴様など宿らなければよかった。全ての元凶は貴様にある。貴様には生きる価値などないことを知れ。そんな。これがあの野郎の正体だ。分かった。まあいい、お前の処分はこいつらの後にしよう。ダナウス様、なぜこのようなことをなさるのですか？神の慣習に縛られし、古き世界を破壊し、新しき世界を創造するためだ。創造は破壊からしか生まれぬ。ならば世界を滅ぼす力を手に入れねばならぬ。破壊して、その後どうするのですか？破壊の力で世界を創造できるとは私には思えません。アイエル、神のこと、何不自由なく生きてきた貴様には分からぬだろう。持たざる者にどれほど惨めな生を送らねばならぬのかも。偉そうなことを言っている割にはただいじけているだけか。フィオナはな、あんたが思っているほど楽な生き方をしてきちゃいない。サマリーを復活させ、操ることができ、それで世界を滅ぼして何になるのですか？ダナオス様、お考え直しください。マキを捨て、私と一緒に過ちを償い、その上でより良き世界を築くためにできることをしましょう。考え直すのはお前の方だ。ユーミ、お前たち兄弟は愚かではあるが、本当に役に立ってくれた。そこの愚か者よりよほどな。その功績に免じて、お前だけは生かしておいてやってもよいのだぞ。なら俺たちにもその権利はあるよな。素材集めを手伝ってやったんだからな。望むなら生かしておいてやってもよいだろう。私の奴隷としてだがな。断る。貴様の野望はここでついえるのだ。神の前で許しを請うがよい。貴様が犯してきた数々の悪行をな。サマリルは絶対に復活させません。私の命に代えても絶対に。織人風情が、口を慎め。己の考えも持たず、ただ神の言葉に従い他者を廃絶してきた貴様らに私を否定できるのか。諸悪の根源は貴様らだ。世界にとって本当の悪は神や貴様ら守り人であると、なぜ気づかぬ。気づいたからこそここにいる。私自身の、そして貴様の過ちを正すために。
り人だからとかそんなことは関係ない。私にはかなわなかった。ただ幸せに生きていきたいと願っている人たちのために戦う。今の私にできるのはそれだけだから。モス様、マキがあなたを変えたのであれば、それはマキを渡してしまった私と兄様の責任。この身でその罪償いましょう。ですがそれはダナオス、あなたを止めてからです。てめえはどうするんだ。あの野郎のところへ行きたきゃ行ってもいいんだぞ。私は、お父様は、私が止める。それが私を生かしてくれた、今日まで育ててくれたお父様への恩返しだから。思い出は美しいままにってか。それもいいだろうさ。俺みたいに親の思い出を何一つ持っちゃいねえよりはな。まあ俺にはこいつらとの思い出があればそれで十分だ。さあ蹴りをつけようぜ。こいつが早くしろってうるさいからな。サマリルごときを復活させようなどとは愚かしいにも程があります。神の名を語る愚か者は地の底という寝床すら贅沢すぎますが、似合いの場所ではあります。神々の住まう世界はさらに贅沢すぎますからね。ですからあなたには死んでもらいましょう。どいつもこいつも知ったふうなことを。貴様ら全員切り刻んで魔物の餌にしてくれるわ。私のことはご心配なく。とっとと消えな。だろ。よそ見しないようにね。助かりました。
こちらにお願いします。こちらにお願いします。分かった。承知しました。立て直す。今そちらへ向かいます。ほらよ、もう一度やってみます。勝手にしてくれ。
皆も見飽きたな。後悔しながら生きやがれ。死ねえよ、ほら。次はドイツが相手だ。こんなところで立ち止まるわけにはいかないの。これも皆さんのおかげです。108煩悩を振り払い前進してまいります。修行に終わりはない。やったー、フィオナ、もっともっと頑張るね。もっと役に立てるように頑張ります。いつか必ず追いついてみせる。なせばなる、なさねばならぬ何事も。まだ追いつけない。いつかここで立ち止まるわけにはいかない。うん、いい感じ。どう、私にもできたでしょ。手に入れてみせる、私の世界。マキが。さて、これで終わりだな。貴様、それほどの力がありながら、なぜ神を復活させようなどと考える。貴様の父親であるバイスは神に仕え、神に絶望し、神を殺した。てめえ、なんで知ってんだ。私も神に絶望する前は神のために全てを投げ打ち尽くしてきた。貴様の父親と同じようにな。だが神にどれだけ尽くしてもどれだけ願おうとも、ついにその手を差し伸べてくださることはなかった。ならば自分のこの手で掴むしかあるまい。奇跡を起こせる力を手に入れ、神に代わり神自身となれば、神にすがる必要などなくなるのだ。言いたいことはそれだけか。なら死にな。サマリルを
させるのあった。残念だが、そいつは無理だろうな。貴様、何を。親父、何してるんだ。誰の手にも渡らないようにするためだ。こうすれば安全に運べるだろう。ったく、このバカ親父が。これでこの薪は俺のもんだな。貴様、あ、悪いが、俺は奇跡なんて信じちゃいない。なんで奇跡を起こすつもりもない。メルビナ、こいつを殺せ。薪を奪うのだ。薪を。お父様、せめて最後の時に娘と思い、私を呼んでくれれば。一緒に行ったが。さあ、どうだろうな。多分、私は。ったく、てめえもこいつも。めんどくせえことしやがるな。世界を変えるんじゃなくて、てめえの世界を変えりゃよかったんだよ。自分の世界を変える。お前はあの野郎といけなかった。だからここにいる。世界を変えるのは諦めるこった。さあ、行きましょう。守ってあげるから願い。